ママさんご意見番のじいちゃん。はいはい。今日も世話を焼きに行こうかいの。一緒に行こう。おはは。今日は安市役所にやってきたぞ。ここか。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしゅうに。養育支援訪問事業とは一体どんな事業なんじゃ。はい、子育てに対する悩みや心配事などをご自宅の方へ訪問させていただいてお話の方を主に伺っております。何歳ぐらいまでのお子さんのこうお悩みとか聞いてもらえるんですか。うちとして生まれた時から、はい、18歳までの、はい、お子さんのいらっしゃるご家庭に、はい、訪問させてはもらっています。はいはい。このお話をするには市役所とかにお電話して訪問してもらうんですかね。そうですね、安市の家庭児童相談室と、はいはい、相談窓口がございますので、はいはいはい、気軽にご相談いただければと思います。お家には誰が行くの。訪問員である私の方で行かせていただいてます。場合によっては、はい、保健師さんなどの専門員さんの方とも一緒に行かせていただいています。行った先ではどんな風に支援されてるんですか。そうですね、まずお父さんであったりお母さんのお話を、はい、聞かせていただいて、はい、アドバイスや、はい、必要な情報の方を、うん、伝えさせてもらったりしてます。はい、ストレス解消の方法を一緒に考えたりとか、はい、育児とか家事の、はい、仕方をね、工夫を考えたりとか、はい、やれることを一緒に考えて、はいはいはい、そしてこちらも、はい、できることをお手伝いさせてもらって、はいはい、その上で必要なこんなサポート資源がありますとか、はいはい、そういったこともお伝えしております。はい、あ、そうなんですか。一緒になって考えていただけるんですか。それを基本にやっています。あ、そうなんですか。はい。ほう、どんなアドバイスをしているのじゃ。アドバイスとか不十分ですけども、はいはい、お話の方をちょっとじっくりとお伺いさせてもらって、はい、共感することを、はい、基本に、はい、させてもらってるんですけども、気持ちをやっぱり吐き出すことで、はい、お父さんであったりお母さんも、はい、楽になりましたとか言っていただいて、はい、また頑張れそうですとか、はい、そういうことも言っていただいてますので、どんなことでも構わないので、はい、気軽にご相談いただければいいなと思ってます。今回ご紹介した教育支援訪問事業は県内すべての市町で実施しています。詳しくはお住まいの市町役場の子育て担当課にお問い合わせください。次回もお楽しみに。